焼き払え。こっちはちゃんに片付いたわよ。ねえ、よし、じゃああとは洞窟から逃げ出したオークの残党だけね。
見つけた！待ってて、今助けてあげる。
危ないところだったわね。でも安心して。私の名前はルナ。あなたのお名前は？どういう意味かしら、エウロ？あ、そうか。町に戻って宝石店の宝石を全部買い占めてほしいのかな？まったく、そんなに怖がらなくてもいいのよ。森に住み着いて悪さをしていたオークたちを退治に来たの。自由都市議会っていうのは、いくつかの自由都市が集まってできた都市連合の組織で。あれ？え？そうなの？なんだ、そうだったのね。本気で落ち込むところだったわ。でも、困ったわね。喋れないんじゃ。この子が住んでいる町の名前もわからないわ。そうね、そうしましょう。一色くらい抜いたって死にはしないわよ。あのね、元はといえばエウロのせいで野宿する羽目になった。どうするわ。ごめんね。明日セルウェイに着いたら教会に連れて行ってあげるから、今日は野宿で我慢してね。じゃあおやすみ。エウロ、起きて。寝ぼけてないで起きてってば。あの子がいないのよ。その肝心のあの子の姿が見えないの。あたりを見回ったけど、もういい加減怒るわよ。そうだといいけど。自由都市連合のそれなのに、助けにも行かずに見捨てるってこと。
からって見捨てるなんて納得いかないわ。もっと人を集めるなり。そのうちっていつよ。その村は今この…いいわ。セルウェイに戻ったら議会に文句を言ってやるわ。急いで戻りましょう。あ、わかったわ。